麦並びにヤギや羊を飼う文化といいますのは西アジアで生まれて中央アジアや南アジアに広まりましたそれだけではなくこの麦家畜の文化はヨーロッパにも広まっております今示しております地図は色が濃いところほど古い時代からこの麦作の文化が成立した地域であり 徐々にに北のヨーロッパに広まっってていったことを示しております,すなわち東アジアの米作りの文化と西アジアの米麦作りの文化を知ることによってアジアにとどまらずユーラシア全体について考える手がかりを得ることができると考えられます。